はい、お疲れ様です。ウエストファクトリーなんだらの動画になっておりますけどね、しょうもないのみながお付き合いいただいておりますけども、いやー今日も忙しかった忙しかったあーよし、おかげさんで忙しくさせていただいてましてですね、何でしょう、ちょっとこう動画の更新頻度なんかも下がっちゃったりするのかしら。なんか以前ね、まあ随分前ですけどね、コメントでいただいたことあるんですけど、あの動画とお店の仕事どっちが大事なんですかなんてコメントがありましてね、そんなんね、お店の仕事が大事に決まってんじゃんねもう何を聞いてるのか意味がわかんない。もうそもそもこの動画っつうのはあれですよ、もう潰れかけたお店なんとかするために何かないのかなっつって動画やってるのにね、忙しくなってきたら万々歳じゃないですかね。動画がね、もう今まあ仲間さんとこうやってこう好意にさせていただくね、本当リアルにお付き合いが出てくると、まあ動画も捨てたもんじゃないよねっつってね、あのうちにとっては動画はとても大事なものになってますけど、お店別に動画1週間休んでもどうってことないと思うんですが、お店1週間休んだらお店潰れちゃうんでね、まあそうですね、どっちが大事なのと言われりゃお店でしょうねまあでもどっちって言われてもね、どっちも大事ですね、まあ、そんななんですけど、あそうね、こちらですよね、はやぶさのね、まあ、一番新しいやつですか、2021モデルになるんですよね。いやねえ、ずいぶんこうフロント周りが、あの顔つきずいぶん変えましたよね。あのこうボヨーンとしてたのをシュッとしました。なんかこう本当に動物の、まあ、鳥のね、ハヤブサの方に寄せてったような、なんかまあ新幹線とかね、あの頭をこうカワセミの頭みたいな、トンネルドーンみたいな、風力の風の抵抗なんか考えると、本当にこう動物の体っていうのはこういろいろとね、その環境に合った形してて、まあ、人間がこうやって機械物を作るときに非常にこう自然界のデザインを取り入れていくみたいな、よく話聞きますけど、まあ、これもハヤブサもよりハヤブサっぽくなったという、まあ、空力の問題とかあるんですかね、まあ、それとも獲物を狙いに行く時のその眼差しとかなんでしょうか、まあよく分かりませんけども、うん、まあなんでこれがここにあるかっていうことですけどね、まあ、僕も30年ぐらい前に知り合って、懇意にしていただいてるちょっと先輩の方がいるんですよ、お付き合いさせてもらってる方がね、その方がもう本当にまあ多趣味で、まあ、いろんなことやるんですけど、その中の一つとしてオートバイ、趣味としてたまにツーリング行ったりとか楽しまれてるみたいなんですけど、なんかもうそのね、いろんな趣味を持ってる中の一つの趣味がちょっとステップアップしたというんですかね、ちょっとこう踏み外したっていうんですかね買っちゃったみたいな、ね、まあある日自慢しに来るわけですよ、見て見てっつって注文してたんでやっと来たよなんつってね、でブーンっつって来たんですけども、そりゃもうね、僕ももう舐め回すように見ますよ、これで ね見るだけでご飯3杯いけますよそういう動画撮ろうかなと思ったけどね、飲みながら、まあ、どうですかね、このね、めでるだけ、あんまりだからこうやってハヤブサを紹介してもうち別に取り扱い店じゃないんでね、宣伝にはならないんですけど、まあなんていうか、そうやって自慢しに持ってきてもらった時もね、ちょっと乗ってみなよなんて言うわけですよ、乗りませんこんなのね、ちょっとあ、そうっすかなんつってね、ホイホイ借りるもんじゃないっすよ、そんな。あぶねえ、ほんともうね。だって、いや、
別にあの運転に心配があるわけではないですけど、いや分かんないですよ、その辺砂利でも浮いててチュルンとかね、なんかしんないけど、まあ、無意味に緊張してガクガク膝がしてこうイラン立ちこけするとかね、いやいやもうちょっと嫌がらせのように立ちこけとかね、あるかもしれないじゃないですか。もう二輪ってそれほど不安定なものなのでね。ああそうっすか、じゃあちょっとあのちょっと一口みたいなね、女の子同士でスイーツを食べてるみたいなことではないわけですよ。やっぱそこには責任が生じるものなので、あのいやいやいや、まあ、乗りませんよっつって、なんでよ、いいよ、ちょっと乗ってみなよなんて言われて、いやいやいや、乗りません乗りません、もうめでるだけでお腹いっぱいですっつってね、そういう話がやり取りがあったんですけど先日。でそしたらあのこの間もうツーリングの帰りに寄ってくれたんですかね、あのその方があの今日あのバイク置いてくっつっていきなり言い出したんですよ。はおや置いてくれたはつってね、しばらく乗らないから預けていくからもう動画のネタにしなよって言われたんですよね。あなるほどなるほどと、まあただねうちの動画って言っても別にあるじゃないですか、動画にしなよって もう僕なんかはね別に取り扱い店でもないから、こう、まあ、スペックの紹介とか、うん、なんかやってそんな面白いもの撮れんの、動画できんのかなって思いましたけどね。でだからもうどっか乗って一回りしてきて動画にしてさ、面白い動画撮ってビョーンとこう再生数とか伸ばしたらいいじゃんって言われたんですけど、そんな簡単なもんかなって。いやしかもそこ乗ってっていうのがね、僕はそこでまたお話ししたんですよ。僕はバイクの貸し借りやらないんですよって言ったんです。特にプライベートではね、もちろん仕事でオートバイに乗るので、もう修理をやってるので、修理終わった後のね市場のチェックっていうのはやるんですよ。それはもうやらないとね、きちんと治ったのかどうかわからないからやりますけど、それはもうお仕事なんですよ。でプライベートでね、あこのバイク楽しそうだなとかね、で友達がバイクブイーンと乗ってきて、あかっこいいね、いいの買ったじゃん、ちょっと濡らして一口ちょうだいみたいな話はしないってことなんですね。気軽なバイクの貸し借りみたいなもの、まあ、僕も昔ねやっぱりこういう話するだけあってね、昔痛い目にあってんですよ。若い頃、本当10代の頃にね、友達のバイク借りてぶっ壊して弁償して、それがだからまあ弁償してお金で済みゃいいのかっていう話だけじゃないですよね。やっぱりお互いにこうなんかね申し訳ない感じ、なんか貸した方まで申し訳なさそうにしてくるのがね、友達うちだと。あとはなんか SNS の中で見ると修理代とか払ってもらえないとかね、壊れたオートバイがそのままなっちゃってるみたいな、まあ、人間関係のトラブルも聞くし、まあ、若い子に言っときますよ、おじさんになるとねバイクの貸し借り簡単にやんないんですよ。若い子にも重々言っときたいけど、本当にねくれぐれもこう気軽なオートバイの貸し借り、お金の貸し借りやめといた方がいい。うん、まあ、だからお金貸すときはあげるつもりで、オートバイ貸すときはまあせいぜい立ちこけぐらいはあんだろうと、最悪の場合コッパ未然に帰ってくるぐらいね、覚悟できる相手にだけ貸してあげる、まあ借りる、まあ、借りる方もまあ、そういう覚悟をね、なんかあったらこうどうすんのみたいな、そういったものを考えながらじゃないとね、こんなね本当に、特に僕はオートバイなんかって言ったら自分の所有物っていうのはこう魂をね入れたものみたいなところあるんで、なんていうか自分の分身みたいなものをね人に簡単に貸すっていうことはちょっと考えないですよね。よほどの信頼関係、もしくはこいつに貸してコッパみじんになって帰ってきても文句は言わないだろうっていう人にしか貸さないですけどね。だからタナさんには貸さないですでは、まあ、今回この方ね、まあ、ちょっと今度動画撮るにあたってはいつでも声かけてくれよと、
別のその動画でね、あのでもちろんその乗るのとかって協力するから貸すからっていうこと言われたんですけど、まあ、僕あの本当にいや、僕が簡単にあの人のものを借りて乗るとかないですよって言ったらその方が言うわけですよ。あ、まあ、うん、分かった分かったと、あの分かってる分かってる、ただ俺のだからいいって言ってくれたんですよ。なるほどねと、まあ、そういう、ね、人間関係の上で、あの、まあ、もちろん僕の腕をね多少なりと、まあ、別にプロライダーでも何でもないですけど、あの僕のこうオートバイ人生ずっと見てきてくれてる人なのでね、まあ、性格とか腕を見込んでくれて言ってくれてることでしょうから、うん、まあ、そこまでおっしゃっていただけるんであればありがとうございます。ちょっと今度あの動画の企画でね乗らせていただくロケにね行くみたいなお借りするかもやということで、ぜひその説はよろしくお願いしますということでお話をさせていただきました。だから、まあ、なんつうかな、まあ、本当にあの立ちこけしたらごめんなさいよって言ったら嫌そうな顔嫌そうにはしてましたけどね、まあ、まあもちろんそういうことは絶対くれぐれもないよ、慎重の上には慎重にね、あの何かこうネタ考えて、そうっすね、なんか動画撮りたいなと思うんですけど、ただうちそれ需要ありますかね。僕がこのハヤブサ乗ってこうインプレッションとかロケ行って、そんな見たい人います？いいのかな、なんかあのこんなんやってみてよみたいなリクエストあればちょっとコメント欄いただきたいですけどね。僕はこの話いただいた時全然ネタ思いつかなくて、まあ、あのこの子めでながらひたすら、この辺りいいよねビール5本は飲めるねとかそんなネタだったらできるなと思ったんですけど、まあね、俺がこれに乗って何か動画撮って、なんか面白いものが撮れるのかな、まあ、よくわかんないよな。まあまあ、ちょっとね、Pさんとかターさんとも相談して、なんか面白いものできそうであればね、お借りして、乗ってみようかなっていうね、動画撮らせていただこうかなという感じはしてます。そんなお話をいただいてるんですよ。はい。まあ、だから、僕が、こう、なんていうかな、お仕事の、テスト、チェック走行以外で、まあ、なんていうんですかね、半分プライベートみたいなことになりますよね、動画とはいえね。あのそういった形でオートバイこう人のものを借りて乗るっていうのは本当に特例中の特例というねことではあります。本当にこんなねこうおっしゃっていただいて、僕の方からこんな面倒くさいお話させていただくのは本当にもう恐縮ではあるんですけどね、ただこんな僕でよければちょっとこれ乗ってみないみたいなお話だったら、それは声かけてくださいやっぱバイク好きでいろんなものは乗ってみたいとは思ってますんでね、はい、まあそんななんだかよくわかんないお話でございました、はい、いろんなもの乗ってみたいとは思うけれども、まあ、人のものを借りてね使うっていうのは責任があるもんだと、そういうお話でした。くれぐれも若い子たちは気軽にね貸し借りなんか SNS でよく泣いてる子いますけど、くれぐれもそんな気軽に貸し借りするもんじゃないよというお話でした、はい。まあ、ちょっと僕もあのこれから自分の走行の方とかで準備も忙しくなってきます、動画の投稿の方もね、まあ、皆さんに忘れられちゃいけないんでなるべく頑張ってこういうね、しょうもない飲み動画だけはなんとかかんとかやっていきたいなと思うんですけどね、はい、また次回お会いしましょう。小森の木まなこで見届けようと思いました。ワイツファクトリー。